ペンネミウンで陸軍兵器実験場は、1937年にドイツ陸軍兵器局によって設立された5つの陸軍兵器実験場の一つである。1936年4月2日、ドイツ航空省は北部にあるウーゼドム島の利用のため、ボルガストの町に75万ライヒスマルクを支払った。この地は、ベルナー・フォン・ブラウンの母親があなたとあなたの友達に、 ぴったりの場所よと進めた場所であった。1938年中旬までに、ドイツ空軍の施設から分離して、陸軍の施設がほぼ完成し、クンメルスドルフから人も移動してきた。陸軍兵器実験場である、ペーネミウンデ東は、東工場と南工場からなり、一方で、西工場は、ドイツ空軍の試験場であった。ベルナー・フォン・ブラウンは、 ベーネミューンで陸軍兵器実験場の技術責任者となり、バルター・ティールが副責任者となった。9つの主要部門が置かれた。技術デザインオフィス航空弾道学、数学研究所風土材料研究所飛行、誘導、遠隔制御装置開発、製造研究所試験研究所将来計画オフィス、調達オフィス測定グループは BSM の一部であり、 その他に製造計画や人事オフィス等の部門もあった。ドイツ博物館にあるペーネミウンでの打ち上げ施設のミニチュア v にロケットやバスサーファル等を含む第二次世界大戦でドイツ軍によって使われた誘導ミサイルやロケットのいくつかはペーネミウンで陸軍兵器実験場で開発された。ペーネミウンで陸軍兵器実験場はアメリカ合衆国を標的にした超長,長距離のミサイルの 基本設計も行っていた。この計画は V-3 と呼ばれ、その存在は秘密にされており、この研究所では世界初の監視カメラ等も使われていた。ペンネミウンで陸軍兵器実験場の超音速風洞は、1942年から1943年には当時の記録のマッハ4.24を出せるまでになり、また1940年には、 液体酸素を使うために発生する雲を減らす、画期的な乾燥システムも開発していた。1937年4月に、アーヘン大学から移籍したルドルフ・ヘルマンを中心に、1943年には、技術スタッフの数が200人を超えた。1938年11月、バルター・ホンブラウヒッチは、ベーネミューンで陸軍兵器実験場に、 V にロケットの製造プラントを作ることを命じ1939年1月、バルター・ドルンベルガーは製造プラントプロジェクトを計画するための G シューベルトをリーダーとするワプラフ11という部署を作った。1943年夏までに南工場で最初の試作の組み立てラインが稼働したが、1943年7月末に 巨大なハーティ軍シェイル1が稼働を始めた後、ベーネミュンデリク軍兵器実験場は、ハイドラ作戦の爆撃を受けた。1943年8月26日、アルベルト・シュペアは、ハンス・カムラーラを集め、V2 ロケットの製造を、ハルツ山地の地下の工場に移す相談を行った。9月初め、ベーネミュンデリク軍兵器実験場の機械や人員は、ミッテルベルケに移動した。 ここには、他の2箇所の部位にロケット製造プラントからも、機械と人員が集まった。1943年10月13日、ペーネミュンデ陸軍兵器実験場で発、ペーネミュンデにある2つの強制収容所のポーランド人の主営は、1943年初め、地図、スケッチ、レポートをポーランド国内軍に提供し、1943年6月、 イギリスの諜報機関は、ロケット組み立て場、実験場、打ち上げ等々が特定できる、そのうち二つのレポートを入手した。ペーネミュンデでの V にロケットの打ち上げ、ペーネミュンデ博物館の V にロケットクロスボウ作戦の最初の攻撃として、1943年8月17日と18日の夜に、最初に居住エリア、次に工場、 ポーランド人の主衛は攻撃の警告を受けたが、SD の監視のために逃げられず、捕虜のためのシェルターもなかった。1年後の7月18日、8月4日、8月25日に、アメリカ合衆国の第8空軍は、ベーネミュンで陸軍兵器実験場で火酸化水素の製造が疑われる施設を3度にわたって空襲した。V にロケット製造拠点のミッテルベル系の移動後、 1943年8月26日、アルベルト・シュペイヤのオフィスでの相談で、ハンス・カムラーは、V2 ロケットの製造施設をオーストリアの地下に移すことを提案した。9月に場所の調査が終わると、カムラーは12月に、スメントというコードネームを決め、1944年1月から、グムンデン近郊のトラウンコの崖を爆破して、地下洞窟を作った。 1944年初めには、オーストリア国内のアルプス山脈に、タトラ山脈、アールベルク、オルトレール等を標的とした、ロケット打ち上げ場の建設を開始した。ペーネミウンで陸軍兵器実験場で行われた最後の V2 ロケットの打ち上げは1945年2月に、あり、1 9 4 0年、アナトール・バビロフに率いられたソビエト軍の不評は、 研究棟やロケット試射場のほとんどが破壊されているのを発見した。ペーネミウンで陸軍兵器実験場のさらなる破壊は1948年から1961年に行われ、機能を残した施設は発電所と空港、チノビッツまでつながる鉄道だけであった。液体酸素を製造するガス工場がペーネミウンで陸軍兵器実験場の入り口付近の 廃墟の中に残っているが、その、1992年には、シェルター式の制御室と発電所だった場所に、ベーネミュンデ歴史、技術情報センターが開設され、ヨーロッパ産業遺産の道のアンカーポイントに指定された。ありがとうございます。